今朝まで降り続いた雨で伊豆を中心に土砂崩れが発生しました。今夜も激しく雨が降るところがありそうで、土砂災害などへの警戒が必要です。土砂崩れで通れません。続きください。伊東市赤沢では国道135号線沿いで崖の土砂が崩れました。土や木が道路を覆ったため、稲取八幡野間が通行止めになっていて、警察が迂回路へ誘導していました。また東伊豆町の国道135号線でも土砂が崩れて通行止めになっています。このほか大井川鉄道では島田市岩屋市で高さ20メートルの木が倒れているのが見つかり、列車の運転を見合わせました。今夜も激しく雨が降るところがありそうで、引き続き土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。